島田市の林道でグレーチングと呼ばれる道路の側溝にかぶせた蓋が122枚150万円相当盗まれたことが分かり、市は警察に被害届を出しました。島田市によると被害に遭ったのは林道小川線で、長さ1メートル幅およそ40センチの金属製の側溝の蓋が合わせて122枚150万円相当盗まれました。島田市の職員などが近隣住民へ確認したところ、19日の夕方まではあったものの、翌日の朝にはなかったということです。県内では今年に入り、掛川市や牧之原市などでも同様の被害が相次いでいて、警察は関連についても捜査を進めています。